はい、ダービースタリオン98実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて皆さん、雨の方は大丈夫ですかね。僕のところもね、結構強く降ってね、もうここね2日ぐらいすごい雨ですよね。だからね、ネットのね、あの天気予報とか見てたんですけども、ゾッとしますよね。まあ僕の方はね、もうあれ今日までかな、雨はね。もう下り坂に入ってると思うんですけどね、うちも後ろ崖なんでね、ちょっと怖いですよね。さて始めていきましょうか。今日もねゆっくりまったりいきましょう。本日はねお茶を飲んでおります。これ麦茶ですかね。さてこれ一歳馬のね、ちょっとあの売却価格確認してなかったんでね、これ調べてみたんですけど、結構ね期待できそうですね。ザク1600万円ね。これも期待できそうだし、ハルクちゃん2歳ですけど、この馬もね、まあ、牝馬ながら1700万円結構期待できそうですよね。まあ、そして巨人ね、巨人この馬も2000万円なんですよね。ちょっと期待できそうですよね。ただね、あの98のね売却価格って、昔のね、あのダビタ3とかダビタ2の売却価格下回ってごめんなさいね、より低いですよね。なんかね、相場が低くなってるんで、ちょっと分かりづらいんですけどね。ダビタ3とかだったら5000万とか6000万円とか出ますからね。ところが98では3000万円今まで見たことないな。ね。まあ、このあたりね、不況、日本の不況、不況か、時代背景分からんけど、ね。バブルが弾けて、不況時の価格なのかな。それが反映されてるんですかね。ただこのユーロね、これ200万円だったんで、これ売りますね。はい、無理だと思います。はい、さて行きましょう。まあ、宝塚記念ね、怪物くんがね負けてしまったんで、凱旋門賞も出られないんで、まあ仕方ねえなと。服部くんをねそろそろデビューさせましょうかね。8月1周新潟、まあこの辺りね勝負なってほしいんだけどね。服部くんね、普通地位かもしれないので、新馬戦から結果出すかどうかわからないんですけど、小田部さん行きましょう。はい。期待ですね。あ、それでね、明日ね、七夕賞ありますけど、炎の5番勝負ね、やろうかなと思ってます。まあ、今、ちょっと昼間なんですけど、暇なんでやってるんですけど、まあ、何時ぐらいになるかな。7時、8時、9時あたりですね。いつも通りアップしようかなと思ってます。予想上げますね。12頭立てなんでね、ちょっとやめようかなと思ったんですけど、まあ決めて、一等軸でいきます。はい。さて。お坊ちゃまくんあたりもね、早熟なんでちょっと厳しくなってきますね。まあ、G1 では通用しねえなと。まあ、サターンあたりはね、安田記念3着来たんですよね、これはね。まあ、有馬でもね、4着しましたよね、これはね。まあ、力あるんですけど、どうなんですかね、これ、これ以上の活躍が見込めるのかどうかね。七夕賞勝ったんだ。まあ、丸井もね、まあ、ちょっとスピード足りないんだよな。まあ、このあたりサクッといきましょうね、夏場なんで。さて、新馬戦。まあ、一番人気取ってほしいんだけど、厳しいかな。今の馬から言うとしたら、飛ばしてしまいましたね。足毛だよね。あ、これま服部くん。あ、一番人気。これ走るな。印は。おこれ来たんちゃう？服部くん期待できるよ、これ。これね、早熟とは言われてませんよね。ただ、なんか一周だけね、コメント確認飛ばしてしまったんですよね。だから、その時に早熟って言われた可能性もあるんでね、なんとも言えないんですけど。まあ、早熟でも、まあ、3歳 G1 から期待しましょうよ、ね。さて、直線。抜け出してほしい。スピードあるかな？スピードあるかな？スピードねえな、これな。やっぱりこれ、まあ、早熟じゃないと思うんですよね。まあ、でも、まあ、じりとね、スタミナも足りねえな。粘ってくれ、粘ってくれ。なんとか粘ってくれよ、粘って。刺されたのかよ。なんだよ。ちょっちゅうね。
サッカーね、ベルギー対ブラジルね、見てたんですけど、面白かったですね。うん、僕はだからね、遅いんですけどね、ようやくワールドカップのね、サッカーの雑誌を買いました。電子書籍ですけどね。まあ、FIFA18 もね、PS4 のね、買って楽しんでるんですけど、やっぱり、ね、雑誌でね、選手を調べたりして、選手の知識をつけていって、FIFA18 やったらね、すごい楽しめるんですよね。だからもうちょっと早く買えばよかったね。うん。だから今ね、電子書籍でもね、そういう雑誌が買えるんでね。まあさすがにスマホでね、雑誌見ることはちょっときついんですけど、タブレットがあるんでね、8インチの。うん。いいですよね。FIFA18 もね、面白いと思うんですけどね。最近サッカーゲームって大体評価低いじゃないですか。Amazon のレビューとか見たらね。星3と、星3あったらいいぐらいでね。星2とかね。なんか星1つける人も多いですよね。Wii でね。僕らからしたらね、僕なんてね、プレステ1の時代からね、Wii でやってますからね。まあ、一作ごとのね、1年ごとの進化っていうのはそんなにないかもしれませんけど、ね、プレスト1の頃から比べたらね、天と地の差だしね、すごい進化してるなと思うんですけど、なんであんな評価低いのかな、目が皆さん超えすぎだと思いますね。うん。面白いと思うけどね、FIFA18 もね、評価低いけど。集中していきましょうね。まあ、ただね、オンラインやったらね、もう勝てないんですよ。昔はね、2010年ぐらいだったら、僕もちょろっとね、オンラインやってたんですけど、まあ、3回に1回、4回に1回ぐらいは勝てたんですよね。ところがね、みんなもうウイレから離れていってね、まあ、今人数減ってるじゃないですか、購入、販売方式のね。だから、下手くそな人がね、おそらくやめていったと思うんですよ。うん、それでね、オンラインのレベルが上がってね、全く勝てないと。そういう効果があってね、なんか、みんなウイレからね、離れていったっていうのもあるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。うん。やっぱり自分が上手いと思ってないと、ね、なんか、続けられないじゃないですか。下手だって分かったら、やる気なくしますよね。何でもそうだと思いますけど。勘違いもね、重要だったりしますからね。僕もね、いろいろ言われるんですよ。だから実況やってたらね、下手くそ下手くそって言われてね、散々叩かれるんで。だからコメントを見るのね、怖い時もあるんですよね。うん、いいコメントばかりではないんでね、うん。結構イラッとくるコメントもありますしね、うん。対応っていうのがね、やっぱりほとんどの米返ししてるんでね、ちょっとコメント見るのが怖い時ありますね、正直。うん、ごめんなさい、集中しましょう。全然集中してねえな。夏場ですからね。何かしら出したい。怪物くんを、札幌記念あたり出したいんですけどね。宝塚記念は、3着でしたっけ ?4 着でしたっけ出しましょうね、札幌記念ね。まあ、怪物くんもね、そろそろ衰えてくる頃かなと思うんでね。まあ、秋は、大目標は有馬記念ですからね。うん。うん、お坊ちゃまくんも出しましょうね。ハンデの G3 がね、一番似合うと思うんでね、このままね。まあ、小倉記念出します。これハンデ戦じゃないんだ、小倉記念は。福永さんで行きましょう。うん、お坊ちゃまくんもこれがれてるね。430キロ、422って言ったらかなりがれてますね。これまずいな。まあ、サターンあたりもね、出したいんですよ。出しましょうか。ね。戦争七夕賞でね、不良馬場か、これ。強い競馬、不良馬場じゃない、オン馬場か。強い競馬したんでね。まあ、これは新潟記念出しましょうね。はい。ハンディキャップ。ね、素足切れるんでね、ミスターサターンはね。まあ、信頼できるのはエビ小ジョッキーでいきましょうよ。ね。はい。丸いあたりもね、出しましょうかね。丸いはやっぱり小倉あたりで逃がした方がいいか。あ、賞金高なるな、これな。ね。
賞金高くならないの？小倉の方が合うと思うんだよね。直線短い方が合うと思うんだよね、この馬ね。どうなのかな。みなりさんでいきましょう。はい、これでいいね。はい。翌週夏競馬ね。まだ夏競馬やってないんですよね。先週はね、だからやりませんでしたね。うん。先週こそね、ボックス馬券にふさわしいね、荒れそうな気配のあるレースだったんですけどね。おそらくやってたら外してたと思いますね。全然なんか予想ちょろっとね、新聞っていうか馬柱は見てたんですけど、やっぱ全然なんか予想しない馬が来てたんで、外れてたと思いますね。やらないでよかったなと。さて、ミスタースタン。アイリッシュダンスあたりも懐かしいね。牝馬ですからね、これまあ。アイリッシュダンスがハーツクライのお母さんでしたっけね。うん、まあ、差しでいきましょうか。新潟ね、当時から直線長いんで。レース。さて、七夕賞はね、まあ、ここで言わない方がいいよね。予想を上げるんでね。まあ大してね、深い予想はしてないんですけどね。ババもまだ見てないしね。ババはどうなんですかね、福島のババは。あ、天気の方は、まあ、ややおもだったんでね、僕が見た時は。そんな悪くないと思うんですけど、ババはね、ちょっと分かりませんね。ね。ラジニケはだから、先行馬となんか追い込み馬で決まってましたね。だからそんなフラットなババなんですかね。前残りでもないし、ね。ちょっとよく見てないんで分からないんですけど。お、強いね、これ。まあね。先行から抜けたし、粘ってくれ、粘ってくれ。いや、刺されるわ、これ。刺されるわ。やられたわ。ユーアビーム、刺されるとはね。ちょっと先頭に立つのが早かったですね。さて、小倉記念。スターマン。丸い。丸い入れ込んでますかね。まあ、ウォッチマ君あたりはね、ハンデも、あ、一番人気だ。馬体寂しいと。まあ、そうだろうね。ウォッチマ君56キロ。丸いはちょっと厳しい。逃げで聞かせますね。お坊ちゃま君が一番人気とはね、思ってませんでした。福永君が一番人気？本当に大丈夫？なんかね、喋ることないな。なんかあったかな。あまり今日はね、喋るネタを考えてなかったんで。いや、でもなんかね、なんか YouTube のね、アドバイザーみたいな方がね、チャンネルをね、登録してるんですけど、やっぱり台本って作らないとダメなのかな。台本作った方がいいですよっていうね、そういう話をされてましたけどね。僕はもう台本とか全く作らないんですよね。だから予想するときぐらいはね、台本作った方がいいかもですね。うん、全く考えてないですね、台本とか。予想のときはさすがにね、順序立てて話さないといけないんで、ね、台本というか軽いね、ね、作っておいた方がいいのかな。あ、ちょっと苦しいな、これな。乾杯ですね。まあ、丸井が4着、おぼっちゃまくん8着、おぼっちゃまくんだらしねえな。札幌記念。ここはね、勝たないといけません。まあ、G2 ですからね。レベルは高いと思うんですけど、ブリザードね。エアグルーヴ。まあ、エアグルーヴとガチンコですね。ねえ、カブトくん、ちょっと入れ込んでるかな。うん、ガチンコですね。待機ブリザード、エアグルーヴ、カブトくんね、3つどもえと。60キロ。
まあ、七夕賞ね、オッズの方を見てみたんですけど、一等軸で3連複で行こうと思ってるんですけど、オッズ見たらね、そんなやっぱりつかないんですよね。オッズがね、やっぱ割れてるんですよ。割れてる時って、まあね、得てしてオッズはつきませんよね。だからね、勝負するか迷うところであるんですけどね。うん、ちょっと後方ですね、これね。大丈夫ですかね。また、ジョッキー、これ誰でしたっけ？的場ジョッキー乗ってるんでしたっけ？また溜めてますね。手応えが悪いのかな？ね。宝塚記念はね、あの、的場ジョッキーも大概でしたけど、僕もね、あの、調整ミスっていうか、ね、調子がそんな上がりきってない中出したんでね、まあ、調教師のミスも、僕のミスもね、あると思うんで、この一戦はやっぱりな、溜めすぎやな。的場、勝つだ、勝つ。偉そうに言ってますけどね。偉そうに言ったらいけないな。的場ジョッキーなんてレジェンドですからね。ねえ、そんな、ね。なんか、チラッと見たんですけど、福永ジョッキーがね、あの、香港でしたっけ？モレイラ名前覚えてないんですけど、外人ジョッキーがね、日本に来るっていう、ね、話があるそうなんですけどね、福永ジョッキーが黒いジョッキーは日本に来なくていいって言ったんでしょ。なんかちょろっとネットで見たんで、はっきり見てないんでわからないんですけど、黒いジョッキーは日本にはいらないと。つまりね、国会は日本にはいらないっていうことですよね。ねえ。ちゃんと記事読んでないんでよくわからないんですけど。ね、国会やっぱり、ね、どうなのかな。さて、服部くん忘れて、服部くん出さないと。もう17分が今日ね、ちょっと、中山まで持っていきましょうね。はい。まあ、距離伸びた方がいいと思うんだよね、服部くんはね。うん、434で太めね。432で。うん、424キロ、ベスト体重ね。はい。次のがいいか。いや、1002でも走るな、これはね。使いましょう。はい。ちょっと太いですけど。渡部さん乗ってくれるでしょうか。乗ってくんねえんだ。まあ、のりさん行きましょうね。はい。まあ、ぼっちまくんあたりもね、だらしねえなと。まあ、調子を落としましょう。もう、おぼっちまくんもうそこが見えましたね。うん。サターンはね、いい競馬したんで、これ放牧だそうね。はい。秋はね、G1 戦線行かせますよ、サターンはね。はい。丸井はね、ちょっと厳しい。スピードからもうないな。うん、ステイヤーやな、これはな。ちょっと馬体重増やしましょうね。うん、怪物くんもね、回復させましょう。まあ、一番人気でしょ？タイエムエナズマとか強いよね。服部くん一番人気。ね。太いですけど、力の違いでね、勝ってほしい。先行で行かせましょう。まあ、二王のね、実況をやり始めましたけど、ねえ、一回目でやったところはね、なんかチュートリアルみたいなところなんでね、もう、そんな難易度難しくないんですけど、これかららしいですね、本当に。ジパングに入ってからね、すごい難しくなるらしいんで、もう死にゲーですからね。もう死にまくりますよ。だからクリアする自信ないんで、ね。もう、第2回目のところでもう、ね、打ち切りになるかもしれませんよ。先に進めなくて。ベータテストではもうあそこでね、進めなくてやめてしまいましたからね。あ、待たさせるわ、これ。頼むで、お前。先行させたらダメなのかな。スタミナ足りないのかな、この馬ね。これ3歳 G1 とか言ってられる存在じゃないね。うん。絶好調でしょ、これ。太めで勝たせるほど強くないのかな。ね。まあ、怪物くんちょっとダートやっときましょう。
まあ、空き店出して報復出しても有馬に備えれる形のがいいかな。ジャパンカップ取ってるんでね、取りましたよね、ジャパンカップね。なんとかね、服部君もう1レースぐらい出して終わらせたいんですけど、ちょっとね、丸井好調ですね。丸井だから京都大商店で出しますか、逃げるぐらいしてね。うん、服部君参ったの出しましょうか。1008のが合うでしょうね、出しましょうよ。無理さんでいいんですけど、よし。まあ、ちょっとダート強めやっとこう。ね。まあ、ベスト体重に近い状態なんで、これ勝たないとまずいよ。まずいよ。まあ、丸井はね、もうこれから調教してもね、もう成長しないでしょうし、ね。能力キープですよね。よし。うん、怪物くんもね、ダート状況やりましょうね。まず空き店が目標ですね。さて、ここはね、勝ってもらわないといけません。これ勝ってね、今回終わりましょうね。まあ、先行でいいと思うんだけど、中山競馬場ですからね、先行でいいと思うんですけど、先行でバテる競馬がね、続いてるんですけどね。一番人気ね。あ、うるさいんだ。気性荒いんだな。勝ちたがるとかも結構強いんで、差しで行かせますね。はい。ババは、両ババ、よし。折り合い次第でしょうね。ちょっと厳しいかな、このレースもね。あ、出遅れた。何やってんだよ。まあ、このままもね、地位晩成ですかね。成長曲線がね、ゆっくりとしたタイプかもしれません。まあ、3歳地盤はいいですけどね、クラシックには間に合ってほしいんですけどね。まあ、皐月賞を取ってるんで、ダービー菊花賞ですよね。ダービーまでに間に合えばね、いいんで。曲がってきなよ、上がってきなよ。強気に行きなよ。遅えよ、お前上がっていくの。手応えないんですかね、これね。ここで上がっていかないで、いつ上がっていくんだよっていう話ですよ、これ。ねえ。から刺すほど切れ味ないですよね、服部君に。何考えてんのかな。遅い。ダメだ。ズブズブくんやな、これは。服部君ズブいわ。これね、やっぱり結果出してくるのはもうちょっと後ですね、これね。まだまだですね。まいった。まあ、というわけでね、今回ね、これで終了します。皆さん、雨の方ね、気をつけてくださいね。はい。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。